ソンを愛する者たちによるアニソンを愛する者たちのための大会、その最終決戦の舞台、それが全日本アニソングランプリ決勝大会のステージ。そこに立てるのは選ばれし者たちのみ。そしてその舞台裏、そこには決勝大会の重圧、止まらない涙。ここで落ちるわけにはいかないですよ。人生をかけた戦いがあった。優勝すればプロデビュー、栄冠をかけアニソン魂がぶつかり合うサバイバルマッチ。果たして勝ち残るのは誰か。アニマックスプレゼンツ第3回全日本アニソングランプリスペシャル。それではこの決勝大会の舞台まで上り詰めた12名の出場者を紹介しよう。札幌予選大会優勝、佐々木さやかさん27歳。東京予選大会優勝、坂本彩さん16歳。名古屋予選大会優勝、笠井静香さん21歳。大阪予選大会優勝、寺川愛美さん17歳。続いてはこの方です。マジカルスマイル愛美。エントリーナンバー20番、寺川愛美さんです。おめでとうございます。大阪予選大会優勝、寺川愛美さん17歳。現在高校3年生の彼女、同級生と結成したガールズバンドは校内で大人気。高校生活最後の1年を過ごしている愛美さんは、受験は考えてなくて就職って言ってたんですけど、でもやっぱり歌が好き でどうしようってずっと迷っとって、そこでアニソングランプリがあって、もうこれしかないと思って、今やと思った。痛いよ今やと思って出場したアニソングランプリ、見事激戦の大阪予選大会を制した。本当にアニソンが好きなんだなっていうのが会場にもすごく伝わる、パフォーマンスも含めて伝わってくるっていう、アニソン愛を伝えるピュアな歌声。しかし彼女の魅力はそれだけではない。あの笑顔にもう本当にやられちゃったっていうところも正直あります。彼女のもう一つの魅力、それは百戦錬磨の審査員を虜にしたこの笑顔。思わずアイミーと叫びたくなるその笑顔が、今決勝大会のステージに舞い降りる。曖昧な言葉よりも簡単な約束より欲しい。明日が少し見えないのなら頼ってほしい。私はきっとこれからもあなたを思う。はい、ありがとうございました。アイミー可愛いよ。アイミーもうファンになってるじゃないですか。もうアイミーもアイミー、すいません。この笑顔がね、またどうでしたか。可愛いです。緊張して声が震えて。ダメです、ここやられちゃいます。やられちゃいましたか。やられちゃいます。審査員の先生方、得点をどうぞ。8点、7点、7点、8点、8点、6点、9点、7点、7点、7点、合計は74点。やはりやられちゃった岡部さん、今日ちょっとスローということで、
歌ってる間中笑顔がなかったんですが、うん、終わった後の笑顔でやっぱり急転にしてしまいました。もっとやればよかったなって思います。ファーストステージ下位5名からセカンドステージ進出する1名をウェブ中継の視聴者と会場の観客による投票で決定するリアルタイム投票。最も多くの票を獲得し勝ち残ったのは果たして誰なのか。皆さん覚悟はよろしいでしょうか。セカンドステージ進出を果たしたのはこの方です。芋川さんに決定。頑張ります。本当に一生懸命歌いますので、うん、応援よろしくお願いします。リアルタイム投票により最後の一枠に滑り込んだのは芋川さん。これでセカンドステージ進出の8名が出揃った。そしてそれは同時に4名の敗退決定を意味していた。僕が残るようなことはしてない。全部アピールしておくことかなって思いました。まあでもみんな上手いから納得ですよ。勝者もいれば敗者もいる。それがアニソングランプリ。アニマックスプレゼンツ第3回全日本アニソングランプリ。今年は秋田からやってきた佐々木さやかさんが全国6570組の頂点に立った。最高の舞台でした。すごいためになる楽しい大会でしたね。悔しいですね。ちょっともうシャレならんぐらい悔しいですよ。もっと真剣に歌に向き合わないといけないなって。来年の目標は皆さんをまず抜くことです。もっとできるはずです僕。アニソンを通して涙し、しのぎ合い、お互いを高め合う。そしてアニソンを通じて仲間になる。この日この場所に存在した全ての思いはプロシンガー佐々木さやかが今度は伝える側の人間としてその歌声に込めていく。夢の扉、それはアニソンを愛する全ての人間に用意されている。